これ違う話、違う話でもいいんだけど、これ以上さ、この三角形の情報はないから、今度こっちに移ろう。なんか30度って分かりやすいですよ、ジャンプし。どの分野が得意ですか？さあ、ここでもう一回大学の話するよ。この三角形、大学どこだと思う？大学どこっていうのもちょっとおかしいんだけど、パッと見て分かるのは？分かりました。ここだよね。白丸1個分だよね。苦手な教科書。白丸1個分かもしれない。理科のどこだよ。ここは大学です。そう、もう一回いくよ。大学は？そうそう。っていうことは、この白丸1個っていうのは何だっけ？嫌いな、苦手な科目に関して何か努力したり、何かこう、少しでも苦手意識を取り除こうとかっていう、何か取り組むとか。こういう三角形だよ。何かの教科書に書いてある。